どうもこんにちは、なっちでございます。昨日ですね、7月10日に生配信がありまして、公認制もなかったんだけどね、昨日も村井さんが、こちらのカフェインじゃなくてガフェイン氷にね挑んだということで、僕もやりましょう。なんか報酬もあるっぽいね。今回はなんかその決まった報酬はなかったらしいんだけど、報酬もあるみたいです。いや、非属性なんでね、もうね、前回のね、なんだっけ、サロンパスか、サロンパスに続いて今回カフェインですけど、もう怖い怖いです。頑張ります。6階層ね。ほうほうほう、ドラゴンナイトか。うわうわうわ、根性があるのやばいな。追い打ち分がねえんだよな。とりあえずアリナ変身の、そう、今回アリナちゃんをね持ってきました。属性吸収無効必要だったらね、ヘスティアに変えたいと思います。負けること前提っていうねまあまあまあ、火出し耐えてくれるんじゃないのっていうことで、今回はちょっと普通に組んでみますわ。耐えてくれるんじゃないの、願望。やばいぞ、その茶金はやば。待って、コンボドロップが降ってきてない？コンボドロップ降って、うんこ、大便。あ、待って、見えた。あ、なるほどね。なんか、騎士系がいっぱいいるんだね。空風林に暗黒騎士と。なるほど。なるほどじゃねえんだよ。あいつ何なんだよ、マジ。なんでさ、そのなんかちっぽけなキャラクターがそんな戦闘力を持ってるんですかって話だよね。本当にそう思っちゃうわ。じゃ、逆に言えば、追い打ちがあれば、まあ、ここは何も怖くないということでしょう。お願いします。いや、コンボドロップ降ってきてんだよな。見てなかったな、その情報。じゃ、やばいコンボ吸収をしてきたりするやつがいるんですかね。こいつって硬かったっけ？向こうか？ 50 万 !50 万多い。どいつもこいつも割合しやがって。ただ、自動回復8ターンありますからね。40%。無効感か。ロシェ使うか。ロシェルのはありよね。まあ、リフレッシュトークして回復出すのもありだけど、倒せる気がするんで、倒しましょう。いきまーす。あ、右で組んだ方が良さそうだね、無効貫通は。右で組みたいと思われます。とりあえず組んじゃって、間に合わなかった。水を横にしたかったけど間に合わなかった。ただまあコンボドロップでコンボ数は大丈夫なんで。ふざけんな、そういうパターンかよ。無効換する意味なかったってパターンかよ、これ。これはでもアリナ自動回復でやっていけるんじゃない？いいね。なんかコンボドロップすごいな。めちゃくちゃ降ってくるな。いい傾向です。もう聞いたことないような音が鳴ってますもんね。これもしかしてやばい？はい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 。まあ、それはやべえと思ったらリフレッシュトークしましょう。まだいける。いや、ここで20万とかさすがにないと思うんですよ。まだ。まだ常識あると思うんですよ。彼も騎士なんでね。ああ、そういうことするんだ。しかし、10万手前までは回復できますから、この後先生があろうが、大丈夫だと思われます。これちょっと自動回復相性良かったね。で、この次にジープフリートがいるみたいなパターンもなさそうなんで、ドロップのとこにいなかったからね。くたばれ、マジ。なんなんだよ、あいつ。騎士道ってものは分かってねえな。ミューズ！てか、割合すごい。自動回復大活躍だ。
で、ここでコンボドルポ行かせってことなんでしょうけど、あんまりないんだよね。思ったほどないんだよね、コンボドロップ、こういう時に。とりあえずこれで回復。ミッキーにしとこうか。全回復しときましょう。さすがにここはね。で、一応追い打ちは組んでみますけど、多分ダメだと思います。コンボドロップが降ってきたらワンチャンあります。まあ一応でもリーダースキルにもコンボ加算ありますからね。希望がないわけではない。惜しい。あと1コンボっていうね。一番悔しいパターンですよ。最悪です。ただまあウェイを組まなければね、火力出ちゃいましたってこともないので、ここは回復を待ちまして。なんかめっちゃ火が降ってきまして。そういう落ち込みをさっきやれって言ってるんだ。オッケーオッケー、よし。まあ、火じゃなきゃね、まだね。なんだこのパズル。でもいけるんじゃない？よし。オッケー。オッケー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 。なんかちょっと今回もコンセプトがありそうですね。割合だったりね、前回に引き続き降臨のなんかありそうですよ。お前は無効化のやつですか？そうですね、あれか、烈海にいるやつか。なるほど。まあ最悪ゼラも検討っていうことで。でもね、アリナちゃんがいるから木をたくさん作る方法はあるんですよね。無効感って意味ではアリナ強いかもしれません。うん、だからこの盤面でも無効感ってできますからね。やっちゃいましょうよ。いや、このロックがね、何に使えるかよくわかんないんだけど、とりあえず無効感は大丈夫そうです。いいね。しかもこのコンボドロップでさ、7コンボも基本出せますから。よし。で、まだ5回か。長いな。お、アーサーじゃん。それは効かんのよな。もう早速やっちゃっていいですかね、これ。いいっすよね。よし、やります。で、根性も何かと多いね。よし。この対応力ですよね、アルテミスの。なるほど。なるほどな。そう簡単にはいかねえと。しかしこちら2ターン継続します。これがまた強力なんですね。ちょっと今終わったかと思ったけど、この前のチャレダンで2ターン継続することをね、僕は改めて思い出したんで。いやいや、危ない危ない。で、問題はボスだよ。おそらくね、コンボ吸収はあるんでしょう。今んとこね、コンボドロップが降ってくる意味ミューズぐらいしかないんで、絶対コンボ吸収はすると思うんですよ。無効化。待って、火属性で無効化でさ、はぁーはぁーぶっ飛んでた。想像以上にぶっ飛んでた。13か。せめて10とかだと思っとったわ。通常盤面ですからね、言っても。で、あの超根性ですよね、問題は。また今回もやってきましたよ。とりあえず普通にウェイ組んでみます。今できることはこれぐらいしかない。半分いってからゼラですよね、理想は。もちろんコンボ吸収突破することはできず、ゼラが溜まる前に勝負をつけたいところではありますが。道
中はねコンボ取るとありがたかったんですけど、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、意外といいじゃん、痛い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 、これはねリフレッシュ一回しときましょう。リフレッシュして回復上げといて欠損して、アーサーのお邪魔がやばいな、あいつアーサーで会ってたよね、あの野郎。ガチャから消えたと思えばこんなところで仕事をしていた。いや、ここでもなんなら自動回復欲しいですよ。自動回復ゲーですよ。急げ、ゼラが溜まるまでに急げ、急ぐんだお前ら、欠損がすごいんだ。いいね、これ火属性だからさ、いい感じに削れてんのかな。こっちが木でね、ダメージがあんま入ってないからこうなってんのか、そもそも無効化はおまけ程度なのか、ワンパンできない用のね、そういう仕様なのか。盤面ワールス。おーい、 D アニメストア勘弁してくれ。そう、ヒロアカをね予習しようかなと思ったけど、話数が多すぎて諦めました。とんでもねえ量あった。あれ、回復間に合うか。危ない。いや、次怪しい。これさようならっていう可能性があります。ただ特に私ができることはありません。なんなら欠損もしています。超根性発動したらさ、なんか行動変わるって説あるよね。それをもう狙うか、いっそのこと。だからもうロシアを使いたい勢い。ロシアはやばいかな、ゴンゴン言うかな。セリカで行くか。セリカからの光と両方ウェイにして、回復もウェイにして、ああそもそもこれコンボ吸収が突破できないってやつですね。そういうオチですね、きっと。ですよね。危ないなー、なんとか生きてんな毎回。まあでも逆に生きてればいいんだ。あと3ターン、まずいぞまずいぞ。とりあえずここでお邪魔の目覚めが終わるんで欠損率は下がるはず。いいね、この木の量いいね、回復もいいね。あと2、あと2ってことはもうここで決めたいぐらいですよね。半分まで持っていきたいぐらいですよね。お前は体力タイプだけなのか、渋いの。これでいけないかな、頼むぜ。半分半分半分、オッケー、いいよ。朝日が昇り始めた。夜だったの、太陽の加護。どう見ても夜っぽくはないんだけどね。まあ、75% はうざい、 75% がうざい。しかもさ、短縮がさ、これはもうさ、ゼラロシェでいけることを一回願うしかないっすよね。とりあえずまあゼラは溜まっちゃうんで、もう使うしかないと、ここで。まあワンチャン、超根性が復活するわけですよ。つらい、ここの賭け。賭けだな、マジ。コンボ加算系ここで欲しかったパターンか。ロシェ、からの、ゼラ、コンボドロップ一個しかないんすよね。盤面は悪くない。偏ったらアリナを使おうと思いましたが大丈夫そうです。盤面はいいんですよ。非常に。ただ、14コンボなんて発生するはずがないので、こっから。くっそー。そうなるよなー。しかも行動変わってない?変わってるね。これもう一回ゼラ待ちかなー。もう一回ゼラ待ったら、ドラゴンナイトのあの先生を除けば初見クリアも夢ではなさそう。っていう感じがします。相手に負けたの悔しいな、そう思うと。
まあ、木になったからちょっと硬くなったぐらいだよね。今まで火属性だったってことを考えればめちゃくちゃ硬くなったわけではない。もともと硬かったんだ。結構ね、コンボドロップ偏るんですよね。多い時は多いし、てかなんならね、今の行動の方が弱いよこいつ。さっきの割合だらけの方がさ、このパーティー的には辛かったですよ。なんか弱くなりましたよ。20コンボ?めっちゃ減ったけど、なんかあんまり無効化ってないんだな、これ。そうゴンゴン言わないんだな。20コンボはすげえよ。これ削らない方がいいかな。コンボドロップを出す作業をして、ゼラで安全にやった方が、価値は確定しそうだよね、そっちの方が。ということで、ちょっとこの辺からはウェイを組まないようにして、あ、でもそうか、超根性だけは削っておきたいので、超根性だけ一回剥がしてから、その作戦に移行したいと思います。ここで超根性が発動するでしょ?で、ここでもうワンパンしたいんですよ。ここでもう一回、ウェイを組んで、削っておいてからの、あとはもうウェイ組まずに、三つ消しとかで、コンボドロップを貯めたいと。今ゼロですからね。そのゼロなんで場面笑えないんで、コンボドロップたくさん出したのはいいんだけど死にそうです。シンカリオンで半減しときます。これで半減して、申し訳程度の回復とかをしておけば、もう盤面コンボドロップまみれなんで。よし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 。もういいよ。もうこれならね、11コンボ吸収が来ようが大丈夫だと思うんで、よし、やってやりましょうよ。操作位置こそ固定されてますが、大した問題ではないはずです。多分な。行きましょうか。なんとかなるやろ。行きます。無効管さえ組めときゃね。こういうことですね。はい。いいよな。間違ったことしてねえよな。あ、すごいすごいすごい。17コンボ。どっこいしょ。オッケー。なるほど。耐久ですね。いや、なんかね、今回は、一体が一番強かったかもしれない。なんなら。その説はあります。まあ、ボスはちょっと具だったらだるいですけど、条件さえ満たせばって感じだし、進化素材もそんなにめんどくさくないですね。ニーズヘッグはまあまあまあ、まあまあまあって感じでしょう。ということで、以上、カフェイン降臨でございました。これぐらいの難易度がいい、本当に。前回は飛び抜け取った、マジ。なんか運営曰く、火力は必要ないダンジョンだったらしいんだけど、あれはエグかったですね。今回はね、7月11日に降臨ということで結構早かったんで、また次回はね、期間が空くかもしれません。8月のどっかに来るはずなんで。はい、ということで以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。